九州の南海上を通過する低気圧の影響で、県内は雲に覆われて朝から冷たい雨が降り、山地では雪が積もった地域もありました。日中もあまり気温が上がらず、雨や雪は夕方まで続く見込みで、県西部や南部の山地では明日朝までの24時間で5センチの降雪が予想されています。竹田市九十町では真っ白な雪に覆われ、住民が寒さに震えていました。ここまで降るとは予想してなくて、ちょっとびっくりしてます。12月にしてはすごいですね。雪の影響で県道別府一宮線では由布市由布院町から瀬の本までチェーンなどの滑り止めが必要となっています。明日は寒気が次第に南下し、明後日から大雪になる恐れがあります。